前回のあらすじ。またしても朝寝坊から始まった今回の青春18切符旅。何分だ。羽越本線で酒田入りし、グルメや観光を楽しみながら、交通手段は、ほぼほぼ青春18切符のみ。船下りはあいにくの雨模様の中でしたが、船頭さんのユーモアあふれる案内のおかげで結構楽しめました。他の季節にもね、来てみたいです。野生のアリオスミコとドカ盛り唐揚げ丼をなんとか平らげて、新庄を経由して今回の宿泊地である天童へ向かい、そばの名店で名物の鶏そば、そして温泉をね楽しみ、2日目に備えるのでした。2日目も真剣勝負あり、修行あり、そして思いつきでまたいろいろとブラブラする、そんな無計画な旅となりますが、最後までご覧いただけると幸いです。曇り。青春18切符で、今回は ね秋田から山形にまで来てね、なんだかんだあって、疲れてまぐっすりと、寝ました。すみません、ちょっと、やっぱり軽く二度寝してしまいまして、今もう7時前なんですけど、食事がねもう7時以下なんで、サクッとね朝風呂楽しんでいきたいと思います。ということでね、昨晩あんまり紹介できなかった、ロビーのね、もうこの広々としてて、で中庭もここからね見えるっていうね、ゆうべ撮っとけよかったな、ここから。本当しくじりましたね。まあすでにねも人いますけど、そしてロビーにも将棋があります。今日は一人旅なんでね、まあここでね将棋仲間と出会うっていうね、そんな都合いいこともなく、76、こちらね天童の観光マップなんかもね親切に手作りのもの飾られてます。天童駅から昨日はねこう歩いて、でこう来て滝の湯ま でこのようにね、中身も手作り、やっぱり伝説メニューに鳥中華をね、紹介もされてますね。少し離れたところにはインテリア山形のね本拠地、総合運動公園の紹介もされてます、ね、一応ここワイバンズ の本拠地でもあったと思うんですけどね、体育館もあるんでね、今日は山寺も行くんですけどね、将棋資料館にもね行く予定です。まあ子供の時一回来ましたけどね、はい、家族で。ではね、また浅草大浴場行きましょう。ついでにね、中庭も、堪能していきます、ね。でもう少し進みますと、鯉のいる池があるんですけど、あれどこ行った？いねえ。みんなあの下にいる。すんごいたくさんいるな。はい、もう最高ですね。広々としてね、まあ、まあ、ついついね長居したくなりますけどね、まあ、のぼせちゃうので。ここにもね、さっき親子まで、ね、指してましたけど、将棋打ちてえな、負けてもいいから。将棋資料館に寄った後に行きましょう、あそこに。
ついいっぱい食べちゃうんだ。ごちそうさまでした。よし、じゃあね、まあ、天童駅の方に向かいましょう。本当にでかい宿だな、ここ。改めてね、この明るい中見ると。お、ワイパーズのフラッグもありますね。で、もう結構日差しがね、結構強いので、なんかあんまりね、ちょっとこの暑い中歩きたくないなっていうのもあったんですけど、考えてみれば山寺って結構ね、涼しい山林の中をね、歩いていくので、そんなに日差しにね困るっていうことがないんですよね。入るまでがね結構、まあ、きついと思うので、ね、日焼け止め必須ですけど。すんごいセミ鳴いてる。まずはね、将棋交流室開いてっかな、ちょっと開いたら行こう。夏は10時から18やったってことは、先にこちらですね、将棋資料館ところでね、将棋資料館の方、まあそんなに広くない、ね、将棋のルーツと、ね、駒に関する、ね、話が中心だったので、そんなに広くはないので、30分くらいあればね回れるとこだったんですけど、ね、まあいろいろ学びましたね、はい。でね、もう音が聞こえてますけど、ね、ちょっとね、腕試ししてみきたいと思います。慌てずにゆっくりさせてください。そして優勝した各部門の方は一気を昇級しますので、昇級を目指して頑張ってください。風間コーナー、いいとこだね。すごい、はい、自然しかないです。うん、何姫だっけな、そこ。タスコ姫ですね、はいはい、あの竜になっていってるんです、うん、行けるかと思ったんですけど、うん、途中まで全くね、報告も、うん、急戦私の方がちょっと差しにくかったかもしれないかなと思ったんですけど、うん、まだね、いや先生、これで3点積みます。
まだ終わってないですよ。こっちが死んでしまうから。お手がかからんの。どっちにした、いや、どうなるかな。いや、どっちにしても、どっちにしてもこれは終わったな。だって金がある。終わりました。中級の皆さんどうぞ。中級でもいいんだけどな。ちょっと攻めきれなかった。あの途中。これがもう跳ねてれば、うん、この金取れるときに王様がこう逃げてこちらにクラリッドって入る、はいはいはい、なんかちょっと この金でこれがね、うん、あっから、あ、そう、うん、逃げられるようになったから、そう、これが活躍される方が気になってしまった、ね、いやめっちゃ親切にしてもらった。ね、この館長とか先生がね、うん、刺したんですけど、すんげえいい勝負できたし、ちょっとやっぱ対人でやるとね、なんていうか感想戦とかも含めてね、やっぱり生でね、いろいろ振り返るできるんでね、それがやっぱ対人の良さですよね。ネット対戦にはない、まあ、良さっていうか、ね、2局ねさせて本当に良かったです。子供大会をね最中にねちょっとお邪魔してちょっと申し訳なかったですけど、それじゃあね、山寺の方行きましょう、ね、ちょっと予定からちょっとずれてしまいましたけどね、11時1分山形行き、ね、ここで宇前一世で千座線乗り換えて山寺行きます。緑色のね、短い2両編成の車両に、乗っていきます。全千歳駅、めちゃくちゃ静か。まもなく2番線に仙台線山形方面行きが入ります。危ないですから下がってお待ちください。で今はね、仙山線の山形行きの案内がね来てるんですけど、自分が乗るのはね、この仙台行きの方のね、山寺、仙台行きの山寺着です、ね、なんと約40、いや50分以上の待ち時間があるってことで、駅の外で来たんですけど、なんかすげえ人だかり、まさかお祭りっていうか、イベントやってるわ。ここで小腹を満たすとできるかもしれないですね。ちょうど昼時なんで。山寺行く人多いですね。いや、ザ観光地、
そして、ね、あの岩の存在感、ちょっとね今回2時間弱の、ね、制限時間あるので、まあここは何回も来てるところでありますけどね、あのしっかり動画でお伝えするのをね、あの、まあ、念頭に、まあ、もちろんねちょっとあの階段急なんでね、ちょ怪我も気をつけながら行きますね。駅舎もねもうあの周囲の環境に、ね、あのしっかりマッチしてますね。よし、じゃあ早速行きましょう。仙台から来た方ですね、仙台線。おお。でもあの川辺に行きたいな。まあ今日は時間ないんで、もう登るだけですけど。でさっき降りたね、あの仙台行きの電車かな、少し止まった後に出発ですね。めっちゃいいですよ、多分このフォルムっていうか、登山口ここですね、少し歩くんですよね。さあこれはねまだあの入る前の階段なんで全然大したことありません。問題はここからです、排水場所と書いてます、登山口です。参拝料は1回300円ですね。受付をしますと、一段二段と登ることにより私たちの煩悩が消滅すると信仰されている、それってね、あの古来からね登る人が多いっていうそういうことなわけですね。あの降りてくる人をね、あんまり映したくないから、あのモザイク処理が面倒だって、あやっぱ涼しい、やっぱ涼しい、もうこれは場所もじゃなくてもね、一句読みますわ。真夏でもセミの鳴き声涼しげだ。ダメですね。どうですこれ、多分360度回しても、ね、この荘厳さと静けさ、そして、ね、この真夏の中でもこんなに涼しいの、多分、ね、画面越し伝わるとは思わないですけどね、半分もいかないんじゃないのかな。ここだけね、もう朝晩の涼しげな感じです。で割とすぐね、この炭塚が現れますね。この看板の真上には、おお。そり立つ壁の何倍だろうこれ。すんごい岩、静かさや岩に染みるセミの声っていうのはまあ、ね、有名ですけど、気候分の中でねそういうこういうのを、まあ、家庭とかも踏まえて記しているってことですね。岩よりも上に行くんだろうね。そうだね。うん、
たまにね、小さい子供抱えて登っているお父さんお母さんいるんだけど、すげえすげえわ。見たほら、これすげえ毎回思うけど。どんだけ時間かかったんだこれ。これあと100段ちょいなので頑張ろう。汗がすごい。着いた。屋内。もうやばい。見たら一段ずつだから、中、最後までね、最後まで行きましょう。はい、じゃあ遮るもの一つないから、もう完全だ。直射日光、汗止まらん。もうみんなマスク外してますね。つうか山寺登りはスポーツだと思う。スポーツやったらマスクいらんじゃないですかっていうのは嘘ですけど、狭いね、この脇道の階段を登ると展望台があります。到着。何回来てもここはすごい、さっきから見えるね、この街並み。そして、左手は、ね、この建物、崖の上の寺、まあ、あの本寺じゃなくて。絶景かな、絶景かな。めっちゃ涼しい。出発していきました。普通に聞こえるのかな。で、こちらも仙台の格好だ。さて、見送ったばかりですけど、現在13時24分、あと34分で降りて駅まで行かなきゃいけません。行きましょう。これもすごいな。
セミ塚で、ここからショートカットですね。多分冗談で来る場所ではなかったと思う。ちょっと反省してます、どうせ一人旅なんだから見た目より機能性だったかもしれない昨日だってあんなに歩いてたし、もうちょいでゴールでーす。千段登ってまだ戻ってきて、お腹空いていい感じ。もう汗だけね、もうべちゃべちゃです。20分もありゃあのこんにゃくは食えそうですね。こんにゃくがブルブルってブルブルって。さあ、ここで皆さんにお知らせです、あと約7分で、山形行きの仙台線の電車が出てしまいます。意外と歩くんで、ね、間に合うんでしょうか。私間に合わなかったらこの1時間山寺にとど、ね、まらざるを得なくなっちまうので、よし、電車まだ来てない、間に合った。ああ、遅れてるんかい。なんだよ。再び天童で、ね、一旦降りたわけですけど、水ぐれは生そばの、まあ、鳥中華は、ね、食べましたけど、もう一軒、ね、行ってみたいそば屋があったので、これが伊東屋ってとこですね、はい、これ、はい、まあ、駅から歩いて5分くらいなんですけど、まあ、ここも、ね、結構老舗かつ人気っていうことで、準備中っていう文字があるんですけど、どういうこっちゃ。Google マップ情報が間違ってるか、これ、ね、多分夜が多分5時から21時までここなのかな。ああ、マジか。やば。ああ、もう今ネットで何でも分かる時代とは言いますけど、やっぱ最後は直接聞くか。最新の情報を確認する。それが一番ですね。次ね、さくらんぼ東根に行く予定なんですけど、そこで温泉ね、天童とは違う、あの東根温泉が有名なんですけど、入りたいと思ったんですけど、ね、これが16時8分発、時間的にはまだ、ね、余裕はあります、ね、最後の目的地は東根です。それまでにそばを食べようという魂胆だったんですけどね。どうしようか迷いましたけど、とりあえずさくらんぼ東に行くことにしました。東根駅付近にもちょっと、いい蕎麦があるらしいので、どうせ温泉寄る予定だったんで。さくらんぼ東根駅。
ここもかなり広い駅ですね、コワーキングスペースっていうのもあるんですね、だから3階建てがここ2万円ちょっと今回ここで買うか、ね、なんだかんだ流れでちょっとテントで買えなかったので、何かいいさくらんぼ絡みの、ね、お土産があれば、それから蕎麦屋行きます。お、少しね北にまっすぐ歩いてたら現れましたね、東邸の、肉そばですね、冷たい肉そばが、まあ山形全体そうなんですけどね、冷たい肉そばはこの売りにしているということで、この3時台でもねやってる素晴らしい店です。じゃあ行きましょう。最高にうまかった。どうぞでした。すみません、大盛りでもね、もうツルツルいけるっていう話したと思うんですけど、やっぱ大盛りは多かったですあ、でもまあ大満足です。そんでね、東根温泉行くって言いましたけど、さくらんぼ東根からね1個北の東根駅からだったらね、まあ許容範囲の徒歩、範囲なんですけど、これスクランブル交差点か、ちょっとびっくりした。あ、てかこっちや。じゃあ桜も東根駅からそう路線バスで、温泉の方まで向かおうと思いました。ここだけちょっとね、まあ交通費ちょっと、出さなきゃいけないですね。ここがねバス乗り場、みたいですけども、ここからもうね、高速バス東京方面にあるんですね。しかも、片道4900円からなんて安いんだ。いやでも盛岡からもね同じような、5000円くらいの最安の、高速バス出ましたからね。高速バスに関しては山形の方が、ね、いろんなとこから出てるっぽかったから、結構発達してるような気はします。で今回乗るのは、ちょっとね、まあ、そんな夜行バスは違うんですけど、48ライナーっていうのが仙台駅と新庄駅をつなぐね、なんか素晴らしいバスがあるんですけど、これが、16時23分にね、新庄駅方面着くんですけど、東根温泉付近にもね泊まるってことで、まあ、短距離ですけどね、ちょっと 使おうかなと思います。あれだあれだ、これに乗っていきます、ね、さっきそれやっちゃった、その千賀台駅ですか。ご忘れ物ございませんようお降りください。はい、サクッとね、バス停名はね、近くのこっちの公立病院前ってことでしたけど、反対側にはね東根温泉街というね文字が、見えてますね。ちょっとまだ暑いですけど、この暑さを、ね、暑い温泉で、
癒してもらいましょうなんつってね、まあ、早速ここからねちょっと日がこっち側に入っていって、まあ、旅館とかをね眺めながら、実際入るのは、日帰り温泉、なんていうか大衆浴場みたいな、ね、あのちゃんとしたあの旅館じゃないんだけど、ね、あの日帰り温泉施設なんで、ね、まあ、そこでまずはねゆっくりあの帰りのねあの電車の時間までゆっくりしましょう。帰りまた歩くことになるんでね、あんまり暑あの日が差してる時間だとちょっと、ね、また汗かいちゃうからね。団子か、これあの、まあ、さっき肉そば食べ過ぎましたけど大盛りだったんで、帰りにちょっと食うか。こじんまりとはしてるけど、ああこんな感じか。そんなにテントみたいにね、すごいでかい建物がたくさんあるってわけなんですけど、間違いなくここはあの観光地ですね。ここは伊館嵐の湯、もう旅館ですね。ああれだ、めっちゃあれめっちゃでかい。開けたところに出てきた。ここがね、あの日帰り温泉場、小松の湯です ね、はい、ね。ここで夜までね、あの休みたいと思います。ね、温泉も入っしっかり入って、昨日はほぼ雨だったけど、今日はもうダメだもん。単純に暑さにやられてる。熱中症とかじゃないんだけどね。水はちゃんと飲んでるから。じゃあ入りましょう。ああ暑かった結構暑かったでもね、あのスッと入ってね温まって、でゆっくりね休みましただいぶね日もあの落ちてきましたので、やっと涼しくなってきましたね。これならね、あの多少歩いても汗かかないでしょう。めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。やば。なんで覚えなかったんだろう。食べたかった。ってことで、ね、この公立病院前から、18時28分発で村山駅まで、ね、行きたいと思います。今18時10分で、ただねあの新庄方面がね、19時35分からしか、まあ、出ないので、まあ、約1時間待ちにはなっちゃいますけど、そこから、ね、横田秋田には、23時到着予定ってことですね。はい、18切符は、ね、問題なく使い切れるはずです。来たっすね、はい、乗りましょう。結構、ね、あのそれに向かう、ね、人も多くて、シャトルバスも、ね、出てますし、交通整理の方も、ね、いますね。国内祭りっていうみたいですね。
これもね、コロナ明けで、復活した祭りかな。やってましたね。なかなかちょっと急いで、これは楽しそう。そしてこちらやってた、出し物がすごい。また一つなんか覚えた気がする。楽しみ方。ああやってみんなで押して引き上げていくんだよ。いやー、もうちょっといろいろ見たかったな。でもまあ、ね、今日知ったからしょうがない。結局買っちゃったぞ。まあ。電車の中もいいだろうから、秋田駅戻ったら、ちょっと乾杯しようかな。ってことでね、村山駅ホームです。新庄方面に、ね、19時35分発、あと、5分くらいで、出てるんですけど、あとは帰るだけですね。いやー、バッテリーもね、あとわずかです。もう、疲れました。さっき前ね、大盛り上がりだったね、徳内祭りの会場もね、全てのプログラムがちょうどさっき終わったところで、列車を待つ人もね、まあ、やっぱ新庄行きよりはやっぱ山形行きの方がね、多いみたいですけど、私の帰るところはね、まあ、新庄でも山形でも行くに秋田なんで、正直ね、ニューカメラ使いすぎて、どれくらい編集とね、動画投稿に、ね、時間かかるかわかんないですけど、ね、季節を逃さないうちにね、まあ、目標はまあ9月、半ばくらいですけどね、他のね、旅行動画もね、まあ、進捗次第ではあります。ね、終電は21時37分ですけど、20時18分、あと8分後ですね、あれに乗って、帰ります。
んかすんげえ冷房ガンガンで風邪ひきそうだったんだけど、あの出でも寒い、ここでも風邪ひきそう。